年の抱負をですね、うん、こちらの前の長屋の半紙に書いていただきたいと思います。よっしゃ。まずあの言葉は使ってらっしゃるんですか。言葉は今までね、はい、あの一辺一年っていうのがね、あの一番強かったのね、思いというのは、うん、だから一辺一年というのは人生は一辺切りである、だから一年を抱いていこうっていうことだからね、はい、うん、やっぱりゴルフっていうものを自分で、出会って、ね、それが自分の天職であるっていうことを自分でもうはっきりと認めてるし、だからそういうゴルフをね、やっぱり生涯こう突き進んでいこう、ね、それが一辺一年っていう言葉だね。